市役所通り、町屋元太線は、埼玉県埼玉市桜区西堀5丁目の町屋4丁目交差点と、同市浦和区元太5丁目の元太坂下交差点を、東西に結ぶ都市計画道路である。通称は、市役所通り。1963年8月12日に、都市計画決定した路線。未開通区間だった桜区西堀から、 中央区大戸の大戸中通り交点までの区間は2018年1月31日に開通し、開通済みで整備中の区間は国道463号原動区間の内周天側約半分。武蔵野線の大宮市線を越えて最初の交差点から中町交差点、県道65号埼玉沿って線交点までは市役所通りと呼ばれ、中町交差点伊藤は、 国道463号原道の一部であり、越谷街道と呼ばれている。また、新大宮バイパスから、西の大谷城、高木線までの区間も、本道路と一体的に拡幅整備されたが、この区間は、埼玉市道 B292 号線である。大鳥沼航区が完成した当時は、新海通りまでの暫定供用としたが、2019年3月28日に、 大谷城、高木線の一部区間の開通に伴い、深海通りから大谷城、高木線までの区間を延伸して整備が完了した。この開通により、埼玉市役所から桜区役所までは一本の道で結ばれた。浦和駅周辺の渋滞を解消するために4車線の環状道路を整備しており、ちょうどその中央に位置する路線である。すべてが完成すると、 国道17号も含め、市街地を、電の地型に道路が巡るようになる。ありがとうございます。